はい、8万です。どうもです。さあ、今回なんですけれども、ここにですね、未開封の EV ヒーローズ、ガチガチシュリンク、ポケモンセンターの抽選で、購入できたやつがあります。で、今台風も来てて、まあなかなかスリリングな状況でなんですけどね、開けていきます。いやね、これもう入れちゃうよ、パチッとな。はい、もう開封、シュリンク破けて終わった。もう行くしかない、行くしかないよ。はい、いや、これね、まあ、なんだろう、未開封で置いとこうみたいな文化結構あるじゃないですか。私はね、それに逆らいたいなっていうのがやっぱ一番大きいなっていうのがあって。いやね、まあなんだろう、まあこれは私事なんですけど、まあ、これをまず売るという選択肢はもう全くないわけですよ。で、まあ取っておいて、まあ当然後で開けるということになるんですよ。未開封に置いとくってなるとね。それってあんま意味なくね？と思って。どうせ開けるつもりだったら、こんなんさっさと開けた方がいいやろ、とは言いつつも、まあそのさっさとがね、これ届いたの9月の6日ぐらい、7日ぐらいかな、だったので、まあ2週間近く経っているので、まあその間ね、まあ、いろいろと葛藤なりなんなりというのも多少はあったりもしたんですけれども、はい、開けていきます。で、今回、もうご察しというか、ご覧の通り、ノーカットでお送りしたいと思います。しょ。まあ、今まではね、このなんだろう、カードを開けて1回スリーブに入れて、それをお見せするっていうやり方をしていたんですけれども、まあ、それはそれで別に悪くはなかったんですけど、まあ今回は別に、今回っていうかね、もういいかな別にと思って。よいしょ、やってきます。見てね。スノーリーフマッチ。これ謎解き攻撃がどうしたらいいの？謎解き攻撃か。何これ？これの正体を知っている人がいたら教えてください。よいしょ。はい。じゃあ、どんどん開けていきましょう。普通さ、なんか再販するときってさ、なんかこういうものって、再販時には封入しないようにするもんじゃないの？と思うんだけどね。よいしょ。まあ、その辺の機微というか、そういったものは私にはわからないので。まあいいかなと思ってるんですけど、今ちょっと思いついたことがあるので、後でやろうかな。謎解きポケカはもういいよ。あれ？これ何？キラーないの？5枚か。5枚だもんね。キラーな。そうだよな。150枚のパックだからキラーがないのは普通にあるんだね。で、これちょっと思いついたんだけどさ、まあ脱線しちゃうんですけど、あれ？ない さ、あれ？これないぞ。製造番号。製造番号って2としか書いてないの、これ。なんだろう、これ。2って何？全部2かな。これ7か？ 7 か？なんだろう。いや、2だと思う、これ。製造番号が2。どうした？ 何があった？ 何があった？なぜ製造番号2なんだ、これ。すごいな。2だって。まあいいや。まあ、要は、ほら、最近ちょっと動画になってたじゃないですか。製造番号で、いろいろ、製造番号に読み方があって、結構いろいろなことが製造番号で、まあ、分かっちゃうみたいなね。なんかそういう動画を見たので、なんかしめしめちょっと見てやろうと思ったら、製造番号2だったわ。何もわからないね。製造番号2じゃんね。よいしょ。はいはい。よいしょ。さあ、どんどん開けていこうか。よいしょ。真ん中とこにリアなんかニンフィアが出たのにリアクションできなくて申し訳ないんですけど。
私今ちょっと実は婚活してまして、脱線しちゃうんですけど、婚活してる相手の方に好きなポケモンを聞いたら、まあ、好きなブイズかな、好きなブイズを聞いたらエーフィーかニーフィアだと言ってました。よいしょ。ごめん、あれ、あ、どこ、よいしょ、ごめん、なんか丸マインが多分映ってなかったかもしれないけど、トレジャーエネルギーの下に丸マインが隠れてたわ。よいしょ。製造番号2は受けるな。製造番号2ってなんだよ。よいしょ。謎が多いな。私ね、この EV ね、強いと思ったんですよ、この V サーチって。でも、全然強くないんですってね。よいしょ。悲しいね。よいしょ。よいしょ。マーシャドウは、あれでしょう。スタジアムを落としてなんぼでしょう。知らんけど。よいしょ。シーレギのマーシャドウだっけ。よいしょ。はい。よいしょ。で、まあそう、ニーフィアは、なんだろう、お相手の方の推しだそうなので、まあ弾けて何よりかな。何よりじゃないな。てかまあ、狙いはね、まあ狙いというか、なんだろう。まあ、私、実は V ズの中だと、まあ割とサンダース推しなんですよ。割とサンダース推しなので、割とサンダースが弾けたらいいかなとは思ってるんですけど、サンダースのね、あの V の SA、その辺でいいですよ。もうなんか、ブラッキーのね、なんかスペシャルアートとかそういうのはね、まあ、狙ってもね、弾けるもんじゃないので、で、まあやっぱ、そうは言ってもスペシャルアートぐらいは欲しいかなとは思ってしまうので、まあそれだったらね、いいんじゃないかなと思うんですよ。なんだ。サンダースのあのスペシャルアートぐらいでさ、ぐらいって言ったら変だけど、まあ、周りからしてみたらぐらいだと思うんだけど、俺にとってはぐらいじゃないから、俺にとってはあのスペシャルな、あの本当にスペシャルだから、あの全然いいと思ってるんだよ、サンダースで。でまあ当然ね、だからといってブラッキーが出たら嬉しくないというわけではないですし、まあ、そこはなんていうか、いろいろね、あの複雑な思いがあるんですけれども、自分の推しと、その、なんていうか、市場というかね、なんかそういう評価、いろいろ考えちゃうじゃないですか、やっぱり。なんか、ね、女の子の SR がさ、なんか高騰したりしてさ、で、なんか、女の子の SR って、俺は別に、って思いながらも、なんか、まあ、だいぶ話脱線しちゃうんですけど、なんか、なんかいい感じに、なんかね、値段がこう、ビューンと上がってるのを見てると、まあ、誰でもね、そういうのって、なんか、気になっちゃうんですよ。こう、値上がっていくものって。で、まあ、そうはね、でも、なんていうか、やっぱり、何?釣られないっていうかね、そういう気持ちは大切だと思ってるので、まあ、釣られないようにね、していこうと思ってます。で、まあ、釣られないようにしていこうと言いながらね、じゃあ、ガールズ以外の、なんか、高レアにはちゃんと目を配ってるのかって言われると、案外そんなこともなくて、いや、ギラティナの SA あるじゃないですか。あれね、正直欲しいなと思ったんですよ。イラストいいし。で、もう結構値段上がってるじゃないですか。で、まあ欲しいんだったらやっぱりね、買っとくべきですよね。そういうのって。うん。ああいうのってね、やっぱ、なんて言うんだろう。希少度合いとか言うか変だけど、まあ、やっぱり、値段がつくことによって余計に高くなるみたいな、そういう、相乗効果というかね、そういう側面が結構ありますのでね、まあ、高いからこそ買えないみたいな。高いからこそ欲しいみたいな、なんかいろんな複雑な気持ちが、やっぱどうしても湧いてくるものはあるんですけれども、だいぶ脱線してんな。ちょっと、なんだろう。あれだね。今俺、煩悩を全く
払い切れていないね。もう、見え隠れしてるね。本当はお前も、あれだろとか、サンダース V が狙いとか言いながら、ブラッキー VMAX の SA を引きたいんだろうみたいな、なんかそういう、悪魔のささやきが、なんか私の耳元でこう、なんか、ふつふつと、なんか、つらつらとね、なんか、してる感じがするわ。うん。いけないね。これは引けないな、俺は。俺はね、これはね、もう読めた。マクは SR だわ。マクは SR ですね、これは。完全に。完全にマクは SR だわ。やばい。どうしよう。あ、あ、普通の、見えちゃった。じゃあ、行きますか。行きますか。やれやれ。まあ、こんなもんだなって感じですね。いや、まあ、マクは SR の方がある意味美味しかったかもしれないね。マークは SR の方が美味しかったかな、これは。ごめん、変な声出ちゃったごめん、拍手しちゃったうわー急に静かになる男。わーい、やったー、推しのサンダースを、もう何？すごくね？俺。やばくね？ドン引きだわ、これ。ドン引きしちゃった。こんなことってある？狙いのやつをさ、ピンポイントでさ、なんか引こう引こうみたいなことを言っといてさ、ガチで引いちゃうって。そんなことってある？ないよ。ないよ。ないよ。それをさ、何？俺、EV ヒーローズで、やっちゃった。やっちゃったよ。わー、これ怒られるね、誰かに、俺。なんか、ちょっと本当に、あれだね。申し訳ないな。やば。やば、これはもう、あれだね。マクは HR を引いちゃう流れかな、このまま。いや、もうね、HR とかもうないから、絶対ないから。これは、もう、俺、これが最大値だと思ってる、俺は。残り15パックあるけど、もう十分っていうか変だけど、いやもうやった俺、やった。もう、これずっと、残り、もう、俺、これ、続き開封するけど、もうこれだけ見ててくれたらみんないいから、なんか、もう開封の内容とか本当どうでもよくて、もう残りは。もう、俺はサンダース V を引いた、もう、サンダース V の SA を引いた、もう、それが、なんていうか、ね、もうすべてというか、ザッツオールというか、もう今日という人、ね、なんか、ね、台風来てるしね、なんか、本当に、なんだろう、台風のね、なんかそういう、なんていうんだろうね、引き寄せる何かこう、ね、まあ、雷って言って変だけど、うん、なんかそういうものもなんか多少あったかもしれないし、うん、ないと思うけど、それは、うん、とにかく、うん。やばい。俺今日、なんかもう、本当に、もう向かうところ敵ないと思うわ。やばいなぁ。こんなことってある？本当に。ごめんね。ごめんね。本当にごめん。本当に申し訳ない。本当に、俺今日、もうなんか何言われてもいいわ。評価とか本当になんか、いや、でもそれはちょっと勘弁してほしいかな。いや、どっちでもいいや。うん。もうこの際ね、なんだろう、バッドつけてくれてもいいよ。うん。だって、つけたくなるじゃないですか、それ。なんかこんな、いくらなんでもね、できすぎじゃないですか。この出来すぎ感、出来すぎくんはね、ちょっと怒られても仕方ない出来すぎですよ、本当に。この出来すぎ具合はさすがに出来すぎなので、本当に出来すぎてると思います。いやね、ほら、SR の枠って見えるじゃないですか。で、まあ私あんまり、なんだろう、まあこの辺のなんか、この銀色のこれが見えた時点で、普通の SR かなと思ったんですよ。要はスペシャルアートじゃなくて、スペシャルアートじゃない、何？ SR？ かなと思って、やっぱりか、みたいな。
そんなもんかみたいな、なんかそういうなんかあの受け止めだったんですけれども、まさかのあの何まさかだったので、これは本当にあのなんだろう、とんでもないことになってるなっていう感じですね。やばい、もう震える。開けてよかった。本当にマジそれ、これ俺なんだろう、未開封でさ、これ何誰かに売るとかさ、取っといてさ、まあ後で開ける、でも後で開けるっていうか、なんか値上がってもうなんか手放すのが惜しく、手放すのが惜しいって変だな、逆だな。まあとにかくなんかこのサンダースとのね、出会えない未来っていうものがもしかしたら俺に訪れていたかもしれないって考えるとさ、これはさ本当にありがたいことだなって思います。あの自分の決断に力に、なんだろう、自分に感謝だね、自分に感謝。うん、なんかもっと違うものに感謝しろよって思うけどね、それね。なんかよいしょ、己に感謝ダメだろそれ。よいしょ、いや、なんだろう、でもしょうがないじゃないですか、こんなことが、こんなことが起きてしまったらさすがにね、どうにかなっちゃいますよ、やっぱり。うん、俺今完全にどうにかなっちゃってますから。いやもう本当何も、嘘だろ、こんなことってあるんだ、こんなことってあるんですね。ハッピーウレピーヨロピクね、ハッピーウレピーヨロピクね、よいしょ、ピーウレピーヨロピクね、よいしょ、なんかちょっと気持ちが少し落ち着いてきたわ。いやーでも本当嬉しい。ちょっと状態とか見ようかな。まあでも一回開けてからだな。今状態でまあ開けたばっかりのね、サラサーティーだから、まあ何もね、一応見ちゃう一応見ちゃったけど、はい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 、申し分のない、ジェムミントですね、ありがとうございます。本当に本当に生まれてきてよかったなって今日思った。こんなことがあるんだから、やっぱ人生って捨てたもんじゃないね、本当に。いいと思う。なんとかなるよ。なんか、いろいろあるじゃないですか、今なんかね、ウクライナとかさ、今な台風も来てるしさ、まあ、なんかそれ以外にもいろいろあるじゃないですか。またいろいろがだいぶなんかいろいろじゃない感じですけど。いやー、これはね、本当にそういうことだと思う、啓示だと思うよ、俺は。世の中捨てたもんじゃないよっていう、八幡くん世の中捨てたもんじゃないよっていう、なんかそういうね、なんかそういうものだと思います、私は。でも、まあ、さらっと言いながらね、やっぱりね、何 SR じゃないですか。で、SR と HR の2枚箱っていうものは割と普遍的に存在しているので、まあ開けながらね、なんかさらっと HR とかも引いてみたりなんかしちゃったりしてみたいなことは、まあ、全く考えないでもなかったんですけれども、まあさすがにそれはねえかやっぱりね、あと3パックだわ。もう、あれかな、4枚 V も出て、VMAX も2枚出たから、もうあらかた出尽くした感じかな。
文章だいたいそんな感じやな。よいしょ。まあ2倍箱はねさすがにね、あのそんななんていうか、私もまあ今までなんか2度ぐらいかな、2度ぐらい開けたことはあります。2倍箱2回ぐらいは開けたことありますけど、まあ言うてそんなもんかなって感じなので、そんなもんです。僕はおとなしくこのサンダース V をね舐めるようにこう眺めながらですね、エンディングを迎えようというわけで、よいしょ。ゾロアークね、うん、なんかあれだよね、 CHR とかで再録されてもおかしくないよね、あの V スターユニバースをね。でもまああれだけどね、あの何EX に進化は多分俺はできないと思ってるんだけど、できたらちょっとやばいなって感じはするね、うん。さあラストワンパック、ちょっとゆっくり開けていきますか。まあサンダーさんもうちょっと見えるとこないとこ、よいしょ、はい、ゆっくり開けていきますね。まあラスト1パックでね、なんだろう、何がどうってことはないんですけど、何がどうってことはないんですけどね、まあいいじゃないですかこういうの。いきます。終わりか、終わりだな、終わりですごめんなさい、思わせぶりなことをして何もありませんでしたですね。まあ上振れも下振れもなんだろう、枚数的にはなかったね、うん、ちゃんとダブルレアが4枚とトリプルレアが、いい感じに出てくれて、はい、よいしょ。はい。はい。はいと言えだね。はいと言えだね。よいしょ。なんか配置が全然美しくないな。よいしょ。やってやりました。もう、これで MAX だと思って。俺にとってのサンダース VMAX はこいつだと思ってるわ。よいしょ。やりました、やりましたぞ。なんかまあ配置は後で綺麗に並べてなんか写真撮ろうはい、というわけで、EV ヒーローズ開封、推しのサンダース V のスペシャルアートを引くというね、もうこれ以上ないと思える結果になりました。あのなんだろう、ほら俺いろいろ言ったじゃないですか、ブラッキーの SA をね、弾いてみたいみたいなことをね、なんかそういうのもちょっと考えちゃうんだよね、みたいなことを考えたじゃないですか。やっぱりね、推しにみんな生きるのがいいと思いますよ。やっぱ推しです。推しに押され、推しをね、押してまた自分も推しに押されていく。なんかそういう、いい推しのサイクルをね、プラスサイクルを作ってね、推しと共に生きていこうと思います。私もこれは、いい感じにしておきます。まあ完全に出すんだけど、あのね、だって今月まあ日本支社の、最後の受付、まあ支社がなくなって、なんかまあ支社はなくなるわけじゃないんだけど、なんか日本分みたいな感じになるらしい。よくわからんけど、まあ、多分違うと思う。そういうわけじゃないと思う。うん、とにかくはい、いい感じに終わりましたので、これにて今日の、EV ヒーローズ開封終わりにしたいと思います。なんか、なんだろう、神様、ありがとうございますって言いながら、なんか、沼を回してるカイジの心境になってるわ。ちょっともう、なんだろう、もうなんか、本当、ちょ、よく見とけ。見とけって言ったら変だけど、見せたい。見てください。私のサンダース V スペシャルアートです。では、お疲れ様でした。